渋谷の代官山の方で、デザンファンギャルという、お店で、シェフをさせていただいています。もうかれこれ15年ぐらい、一応テリーヌを売りとしたお店として、毎日営業しております。まあ、今日は、アルカンさんの、ご協力のもと、テリーヌの3品、3種類のテリーヌをご紹介したいなと思います。で、よろしくお願いします。では早速なんですけど、まず最初はマグレガモですね。鴨のマグレの、スモークと、フォアグラ、それにセックダケを合わせた、テリーヌですね。を紹介したいと思います。でまず、フォアグラは、ルージェの、グランドキュイジンという、ものですね。いつもこのフォアグラ使ってるんですけど、油がほとんど出ないというか、まあ、不止まりがいいコツですね。まあ、例えばシンプルにフォアグラのテリーヌとか作るときも、塩コショウして油が出ないように味にブレがないというか、油が出ちゃうとどうしても油の部分には塩が溶けないんで残った部分がちょっと味が濃くなってしまったりするんですけど、これはもうほとんど油が出ないんで大体いつも決まった味に仕上がります。まずフォアグラをですね、ちょっと2センチぐらい、大体でいいんですけど、もう大体に2センチぐらいに切っていきます。850g を、このレシピに書いてある、ブセットに書いてあるフォアグラのマリネ用っていう合わせ塩と、ポルト酒とコニャックですね、まあ、適量振りかけてもらって、で合わせ塩で均等に塩コショウしながら、このままちょっと半日ぐらい常温で置いて、フォアグラを常温に戻すのと同時に、マリネしていきます。
このままちょっと常温で置いておきますね。ほんと半日ぐらい置いておきたいんですけど、後で時間の関係で後で火入れちゃいます。であとは次はマグレですね。マグレも、ルージェのマグレを使ってます。で軽く掃除するんですけど、筋と油を少し削ぎ落とそうかなと。まあ、あの肉側の筋を引いて、で余分な油も外します。だいたい1枚 300g ちょいなんで、リセットには1キロって書いてあるんで3枚ぐらい、今日は3枚用意したんですけど、で油をちょっと熱い部分をちょっと、削いでいきますね。そしたら、皮面の方にちょっと切り込みを入れて、味が染み込みやすくなると同時に、焼いた時に油が抜けやすいように。でこの状態で、リセットに書いてあるソミュールに3時間つけます。ソミュールはこれもう全部混ぜて1回一煮立ちさせたものですね。それを冷ましたもの。そこに鴨を3時間漬け込んで、3時間漬け込んだ後に、水分を軽く拭き取って網の上に乗せて冷蔵庫で一晩乾燥させます。スモークするんで表面が乾いてないと、スモークがつきにくいので、一晩ラップもせずに冷蔵庫で乾燥させます。で乾燥させたら、冷君に1時間半ぐらいですかね。そう、あの冷君、まあ人それぞれやり方あると思うんですけど、僕はこの真空袋にも入れちゃって、で燻製のガンありますね。こうガンからホースをつないで真空袋に直接煙を送り込んで、それを1時間半ぐらいでしっかり燻製の香りをつけたら、今度フライパンで焼き色をつけます。ガラスの周り焼き色をつけて、焼き色をつけることによって燻製の香りがとても香ばしい香りになっているの でそこでは全然火を入れなくていいんです。でそこで色だけつけて、今度真空袋にまた入れて、コンソメを 150g 一緒に真空します。スモークした鴨を焼き色つけて、真空袋にコンソメと一緒に入れて真空します。まあ、こういう状態ですね。でこの状態のまま、バブル62度って書いてあるんですけど、64度にちょっと直してください。64度でだいたい40分ぐらいバプールして、鴨をロゼの状態に仕上げます。これがもう40分かけてきた状態です。ちょっと時間がかかるんで先に火を入れてきたんですけど、その状態ちょっともうちょっと冷えちゃってるんで、一回軽く温め直します。
それやってる間に、どう？切腹だよ。なんですけど、この、茹でた水にちょっと石粉の味が出てるんでもったいないんで、僕は毎回それをちゃんと火入れして、紙できれいにこして使い回してるんですね。使い回すと、まあ今日持ってきたんですけど、結構石粉の味が出た出汁が取れますんで、これを毎回使い回して使ってます。そうすることによって、石粉の味が抜けづらいというか、余計に味が抜けないので、これを使い回して、なんかの例えばなんかソースの味足しとかにもちょっと入れたりとかして結構重宝してます。コンソメと、マグレに分けて、コンソメの方は一回鍋で沸かします。鴨の汁が出てるんで沸かすと、凝固する部分があるので、それをきれいに、ペーパータオルでこすと、鴨のコンソメのような取れますね。即席ですけど、じゃあ、まあちょっと工程は早いんですけど、一応常温に出しておいたということで、まあ、常温に出すと結構芯まで温度が戻って柔らかくなってくるんですけど、これを、ルセットだとサラマンダーで火を入れるって書いてたんですけど、ここの場所にサラマンダーなかったんで、今日はオーブンで火を入れます。いつもだったらサラマンダーで、ちょっと遠火でじっくり火を入れて、ちょっと表面が柔らかくなってきたなと思ったら裏返して、また遠火で火を入れて、まあ、触って芯がないぐらいまで火を入れたら、ペーパータオルを当てるんですけど、今日はサラマンダーがないので、
側に、まあ、アルコールとかして、ちょっと湿らせます。湿らした方が、まあ、アルミ箔が張りやすいので、湿らして、内側にぴったりと密着するようにアルミ箔を敷いておきます。最後は紙なんかで空気を抜きながら、しっかりとやっていきます。でこのステップだけは、例えば2センチぐらい。まあ、2センチぐらいの適当な大きさ、2、3センチですね。先ほどカモンと一緒に、火を入れたコンソメですね。コンソメを一回沸かして、ペーパータオルでこしていきます。フライパンが温まったら、オリーブオイルで、なるべく少量のオリーブオイルで炒めていきますね。
は、軽く色付けながら水分を飛ばしていくようなイメージですね。で、ここでちょっと塩コショウしたい、気持ち的にはしたいんですけど、さっきの鴨の方のコンソメにが結構塩が効いてるので、鉄粉の方にはしないように、あんまりここでしちゃうと後でしょっぱくなっちゃうんで、するとしたら、最後全部合わせた時に最後に味を見て、味を整える感じですね。こんがり、色がついてきたらバターですね。バターを、フライパンの端っこに落として、で そこに、ニンニクのみじん切りを加えて、ニンニクの香りを出します。ニンニクの香りが出たら、全体を合わせる感じです。じゃあ次にエシャロットアッシュ。軽く炒めたら、ルビーポートですね。軽く、デグラッとするような感じ。でちょっと味の強化というか、先ほどの、鉄粉の汁ですね、ゆで汁少しだけ入れます。じゃあ先ほどの鴨のコンソメの方に、移していきますね。で、そしたらそこにゼラチンを加えます。軽く、煮詰めて水分の量をちょっと調節しますね。水分が止まらなくて、うっすら、水分が残っている状態ですね。これぐらいまで煮詰めて、で味を見て、足りなければ塩コショウしてください。あ、
油の方が、火が入ったので、もうこの中の芯がないぐらいなんですね。そしたらペーパータオルの上に乗せて油を切ります。これだけ長い間オーブンに入れても油がもうこれしか出ないんで、本当にどのまりがいい。変に安い油を使って、油いっぱい出ちゃうよりかはこっちの方が、味にブレもないですし、仕上がりを計算しやすいです。これを一回、冷まします。で軽く冷めたら、今度は血管を抜いていくんですけど、あんまり熱い状態で血管を抜くと、油がやっと出ちゃうんで、ある程度冷ましてから血管を埋めていきますね。今ブラストチラで急激に冷ましてるので、そんなに時間はかからない。あとはフォアグラが表面を冷めて一旦抜いたら、あとはもうそれぞれこの3種類を、型に詰めていきますけど、まあ、その時に、まあ、フォアグラは入れれば固まるので、このゼラチンを入れたセットと、カモンですね。カモンは冷えてもくっつかないんで、このゼラチンを上手に使いながら詰めていきます。ある程度冷めたら一旦ちょうど穴が開いてると、一旦なので一旦を掃除していきます。
ってもないんで、隙間のないように。マグルは、ちょっと斜めにそぎ切りしていきますね。次はカモ、カモですね。空気が入らないように、押しながら詰めていきます。セットだけを詰めるときは、もうコンソメも一緒に少しずつ詰めていくと、なんかいい感じに隙間が埋まるんで、コンソメも一緒に型に詰めていきます。カモを詰めるときに、まあ、1枚、2枚か2枚半ぐらい使うんですけど、1列に。
で、細いところと細いところこうなるように、詰めていきます。で、下に詰めた鴨がこうこの位置でこう詰まってたら、このテリーヌこう切るんで、ここの人はつなぎ目ばっかりになっちゃうんで、つなぎ目はなるべく下のやつとずらすような感じで詰めていくと、みんな公平になるかな。ちょうど肉が顔出してる部分に、ゼラチンをちょっとコーティングして酸化を防ぐというか、なるべく酸化しないように、ちょっとゼラチン液、余ったゼラチン液を取って、カバーコーティングしますね。でこれを今度は、アルミホイルを閉じていくんですけど、上が平らになるように、このなんですかね、テリーヌ型と同じ大きさのちょっと発泡スチロールを切ったりなんですけど、ラップして、上にしっかり重しして表面を平らにするというか、でこのまま、冷蔵庫で冷やし固めます。
応分量は出てるんですけど、まあ、たまに個体差によって、使える部分が多かったり少なかったりするので、気持ち、ちょっと余るぐらい、1本のテリーゴを作ってちょっと余るぐらいのリセットになってます。だんだんと固定なさっきなので、作業が止まってしまいますので、少し余るぐらい。まあ、これを冷やし固めて、であとは冷えたら、カットして盛り付けます。で今日はガレンチュールというか付け合わせは、プラムですね。これもアルカン酸の、セミドライプラムを、赤ワインで柔らかくなるまで煮まして、このピューレ状にしたものですね。冷やし固めたテリーヌは、一回型から抜いて、ラップで巻き直しています。次にブルーラップを使って、ラップごとカットするので、異物混入を防ぐために、色がついたラップを使っています。バターでパン粉を炒めるですね。ちょっとカリカリっていう。で、あとベーコン炒めたもの。で、そのベーコン炒めた時に出た油を、マルトセックって呼ばれますかね。操作者が出しているマルトセックっていうパウダーがある。